1999年7の月、言葉を話すという魚がやってきた。本当にいんのかよ。あ、いた。お前声かけてみろよ。シーマン、やべ、こっち来た。げ、人間ドリームキャス買ってきたぞ。シーマン、今度はどうした、また悩んでんのか。悩んじゃったよ。人間関係か。うん。シーマンドリームキャス。ある日我が家にシーマンがやってきた。ただいま。あ、パパだ。おかえり。買ってきたぞ。シーマン。ほんと消耗するよな。距離が近いとなおさらな。悩みの相手は誰なんだ。部下なんだよ。部下なんてさ、まあお前が思ってるほど向こうはお前のこと信頼してないよ。シーマン、ドリームキャス。彼氏いるんだ。相性を占ってやるよ。その彼氏何月生まれ。11月25日。結構相性良くないぞそれ。生意気なのよ。いて。シーマンは秘密を知っている。ドリームキャス。シーマンって飼い主にいるって本当。そうなのよ。気をつけましょうね。ただいま。彼氏はいるのか。うん。なんだ、彼氏いるんだ。相性を占ってやるよ。うん。その彼氏何月生まれ。11月。何日生まれ。25。結構相性良くないぞそれ。生意気なのよ。いて。家族の秘密を知っているシーマン、ドリームキャス。全国の皆さん大変お待たせいたしました。今は巷で話題のソフトシーマンが再入荷いたしましたのでお知らせいたします。以上、シーマンご案内担当の細川俊之でお送り。ドリームキャス。なんか彼氏からプレゼントもらっちゃって。何もらったの。これゲ、シーマンゲ。え、何よ、お前二股かけてんだってな、やつと。ドリームキャス。彼氏がさ、プレゼントくれたの。なんで暗い顔してんの。ていうか顔色わかんない。そのプレゼントっつうのがシーマン。千年期最悪のプレゼント、シーマン。ドリームキャス。紀元前古代エジプト第三王朝の時代に神の啓示を伝える象徴として崇められてきたシーマンは想像上の生き物だとされてきた。1933年フランス人科学者ジャン・ポール・ガゼーがその存在を確信、学会に報告したが認められず不遇の人生を終える。ところが昨年、ガゼー博士が記したシーマンの飼育研究の記録が日本で発見されたのだ。シーマン。ドリームキャス。嫌になっちゃったよ。ついに転勤させられそうなんだよ。いいよな、お前らサラリーマンは転勤があって。え、俺なんかさ、プレステ行きたくたってなかなか行かせてもらえないんだぞ。1、2、3。シーマンの本プレゼント、ドリームキャス。 Something really bad. Oh no. Something really bad. 最悪のペットがさらに悪くなってアメリカから再上陸。シーマン2001年版、コンビニでも。ドリーム